東京から山口県の小さな島に越してきたナギ。働き者のお母さんと姉妹社のおばあちゃんとの三人暮らし。先生、あの二人って付き合ってるのかな。わらじい、笑わないじじい、略してわらじい。どうした、どうした。ある種のパニック障害なんじゃけどね。ナギの父親が夫婦喧嘩中か。この世界に。でもあの人、もしかしたらナギには連絡しちゃうかも。パパ？パパ？もう一度君たちと一緒に暮らしたい。ナギが見つめる先にある寄り添い共に生きるということ。どれだけしっかり生きたかじゃけ。運命に向き合いながら3人が選んだ未来とは。ナギの島。